よ。これ、街が、壊滅してる。壊滅してるのは街中だけで、離れはまだマシだよ。でもやっぱり復興は全く進んでないね。まさか、ここまでひどくやられていたなんて。とりあえず、結果を姉ちゃんに連絡したからすぐに来るよ。久しぶり。ってまだ4日ほどしか経ってないんだけどね。結果ねー。とりあえず、家に運んでもらっていいかな。きっとお母さんも喜ぶわよ。レイカさんは無事なんですね。お母さんが怪我するわけないじゃない。あれでもまだ私よりずっと強いんだから。確かにそうですね。それでは帰りましょう。前回ではうまく使えなかったけど、ここでは私の光が炸裂するわよ。到着。やっぱ便利だな。高速の運ぶね。当然、私の能力は式の中で一番便利な能力盛りだくさんなんだから。確かに、それに比べて冬は、冷蔵庫、冷凍庫の代わりになるじゃん。私は家電製品か。さあ、とりあえずレイカさんのところに行きましょう。そうね、私はまだ少し、用事が残ってるから終わったらまた戻るね。忙しい時にごめんね、結果ねー。可愛い弟、妹のためだからね、お姉ちゃん頑張るよ。結果お姉ちゃんが協力しててもやっぱり大変なんだ。それほど、この街のダメージは大きかったってことですね。もし冥界の計画がそのまま実行されたらと思うと、恐ろしくなる。現実世界側だけでも大規模な人災だったらしいからね。とりあえず母さんのところに行こう。よく帰ってきたわね、せっか、パト、メリアちゃん。ただいまお母さん。元気にしてた。私よ、元気に決まってるでしょう。どうしたの、お母さん。結果から聞いてたけど、それが専属神の姿なのね、せっか。ああ、やっぱり聞いてたの。力もすごいし、夢、叶ったわね。お母さん嬉しいわ。ということは婚約オッケー。婚約、なんでそんな話になるの？専属神は主に本当の意味で一生を捧げる契約をしたご主人専用の神なのです。前に話しましたよね。ああ、だから婚約か。待ってよ、確かにそうだわ。専属神になるってことは婚約と同じ意味よね。専属神になること自体は私から外にお願いしたことだからいいけど。婚約って、まだこの子たちに青年でしょ。せっかは16だし、パトは17だし。あ、しまった。そういえばお父さんに何も伝えてないわ。どうしよう。お母さん、どうしたの？待って。ちょっと整理させて。まあ、そうなるよな。ならないわけないよな。あ、父さんと母さんになんて言えばいいんだ。嬉しすぎて真実が受け止めきれないのかしら。はあ、どうしよう。なんでお母さん顔真っ青なの？ご主人、顔色が悪いですよ。ああ、とりあえずご飯作るからゆっくりしてなさい。お客さんだね。本人が言うな。とりあえず、私は婚約というか、せっかがパトの元に行くことは賛成だからね。まあ、ダメと言われてももう専属神だから勝手に行っちゃうんだけどね。そうね、お父さんにどうやって伝えようかしら。化石みたいな考えだからな、父さん。そうねー、反対するでしょうねー。反対したら今度こそ私が鉄拳制裁を。2年前のトラウマは蘇らさせないであげて。そういえば父さんはどこにいるの？今はスウェーデンから日本に帰国してるところね。やっと日本に帰ってこれるようになったらしいからお父さんも急いで帰るって言ってたわ。確か世界規模だったんですよね。自衛隊とか地球防衛軍でもなかなか手が足りないみたいだから。大変そうだね。そういえばロカは東京に帰ったの。ロカはお友達と一緒に学園に帰ったわ。東京はテロ災害に遭わなかったみたいだから。こっちにいるより、安全だわ。そうだね、それで月下お姉ちゃんもそうだけど、復興作業に参加してるのね。そうだよ、まだ数日だけど、進捗は違法なの。そうねー、人命救助、食料配達とかをメインに月下は動いてるから建設復興にはまだ手が出せてないの。そうですね、まずは人の命優先ですからね。ですが、建物の避難設備は早く作っておいた方がいいのではないですか。動ける人にも限りあるし、避難設備が作れる人なんて少数、なかなか厳しいわよ。そっか、なら僕たちも用件が済むまでこの町の復興作業に協力するよ。父さんはいつ頃帰ってくる予定なの？そうね、明日の昼頃には到着するんじゃないかな。月下に頼もうにも国外はめんどくさいらしいから。国内に着いたら月下が迎えに行くと思うわ。メリアは父さんに用件があるんだよね。はい。なら今日は今から復興作業の手伝いをしよう。明日の昼頃に父さんが帰ってくるなら、それまで何もしないわけにはいかないし。そうですね。ではご主人とせっかちゃんは復興作業のお手伝いをお願いします。私は東野さんが帰ってくるまでに準備しておきたいことがありますので、レイカさんも協力お願いできますか。
いいけど、何をするの？ご主人の中に有効油を出します。パト。まさか、僕にも詩人が宿っていたなんて。私も知らなかった。だって、その面影が全くなかったから。うん、実際にメリアが言った通り、俺と詩人の相性は最悪だったんだ。だから詩人の力が俺にこれっぽっちも反応しなかった。待ってよ、俺の中の王油を取り出すってどういうこと？2年前、ご主人が今のご主人になった時に、トウヤさんがあなたの体に詩人を宿らせたのです。詩人の王油を。ということはやっぱり相性悪かったの。はい、王油の力ははっきり言って、全くご主人に加算されませんでした。それどころか、ご主人の影響をずっと受け続けています。影響って、王油が王油でなくなっているということです。そうか、ならすぐに出してあげないと。私も協力するわ。はい、お願いします。くそ、まさかこの2年間ずっと王油を苦しめていたなんて。メリアは俺の体内にいた時からずっと気にしてたんだ。だから、ごめん、すぐに楽にさせてあげるから。お疲れ様です。復興はどうでしたか？あれは大変ね。まずは瓦礫を全部片付けないと。一箇所に集めるといっても場所を取りますし、距離もある。大変な作業ですね。車とか通れる道をなんとか確保しないと。ご主人、大丈夫ですか？俺の中に有王油のことを考えたら。ああ、気にしなくて大丈夫ですよ。あの子は今もご主人の中で元気に過ごしてますから。そうか、ならよかった。でも王油が王油でなくなってるって。ああ、そういうことですか。ご主人には誤解を与えたかもしれないですね。誤解。王油は今、ご主人の影響を受けて進化しているのです。進化。種族で言えば、以前はただの下級の竜族。ですが今は、神界でも最高峰の竜族、黄金極真竜。という、神王クラスに申し分ないセンスを持つ子になっています。それじゃあメリアが言ってた、専属神の素質がある子、って。はい、ご主人の中にいる黄金極真竜のことです。そうだったんだ。私てっきり月下お姉ちゃんのことだと思ってたよ。いいえ、月下ちゃんは。どうしたの？なんでもないですよ。なんでよ、なんで？あなたにはセンスを感じない。私があなたを推薦することは一生ないです。待ってよ、なんで私じゃなく月下を。私、どれだけ我慢すればいいの？いつもいつも。ねえ、なんでこうなるの？お母さんが気を利かしてくれたみたいね。私はこれで大満足ですよ。くっそ。とうとう寝る時まで一人の時間がなくなったか。いい加減そのぼっち根性直しなさいよ。うるさいやい。寝よう、寝さえすればいいんだ。ふふ、ご主人が寝たら思う存分楽しみましょう。早く寝ないかな。じぃー。寝れるかボケー。これが石化が幻想郷で飼っていたペットか。このお方が姉子の母君。案外普通をね。あなたたち、しないと思うけど、悪さしたら消し済みになるからね。消し済み、この遠慮のない鬼畜。間違いなく姉子の母君。俺、なんか続々してきたんを。俺は仲間を呼ばないとな。あいつらもきっと喜ぶぞ。ハードな旅になるぜ。なんでこんなもの飼ってるのかしら。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか？ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。